国立研究開発法人新エネルギー産業技術総合開発機構スマートコミュニティエネルギーシステム部部長今田利也よりご挨拶申し上げます。それでは今田部長よろしくお願いいたします。え皆様こんにちは根津の今田でございます。あの本日はこれほど多くの皆様方にえお集まりいただきまして誠にありがとうございます。 この成果報告会ですね、開催するにあたりましては、ものづくり日本会議様にも非常にご支援いただいております、共催という形で今回、開催いたしますが、この場を借りて、御礼を申し上げます。NEDO はこのです、ね、目的としております再生可能エネルギーの将来的な大幅な導入、普及に向けて、ですね、この系統対策としてのプロジェクトを実施してまいりました。 後ほどのご挨拶あの頂戴いたします山田課長をはじめ資源エネルギー庁の皆様方からはですねご指導あるいはご支援いただいてここまで進めることができましたこちらについても改めて御,あの御礼申し上げます国で進めていらっしゃる議論と並行しましてこの研究開発を進めてまいりました、まあ、本日はこの場をのお借りしてですねこのような成果報告ができることあの非常に私どもネドとしてもえ嬉しく思ってございます この本日はこれからお時間を頂戴して私ども NEDO とあとは実施者を代表しまして東京電力様の方から成果概要これらについてのご紹介をさせていただく予定でございます実際にこのプロジェクトの期間中にはですねあの、まあ、内容について、まあ、より社会に合理性がある目標愛いは こういったものにです、ね、対応しようということで、研究開発計画の一部は見直すといったようなこともございました。で本日、いらしていただいています、まあ、岩本先生、そして奈良先生、あるいははじめましてです、ね、さらに東京電力ほか、参画いただいた12の組織の皆様方のご協力を得て、なんとか期間内にプロジェクトを完遂することができました。こちらについいいても御礼申し上げたいと思います 目下、えー、エネルギー基本計画の見直しが議論されているところでございますけれども、私ども、ネドとしましても、えー、この事業の成果をです、ね、いかに活用していくかということもそうですし、まあ、一番の目的であります2050年のカーボンニュートラルに向けてです、ねえー、私どものこのプロジェクト、あるいは終わったプロジェクトの成果の活用、普及、こういったことにもしっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。 本日これだけ多くの皆様方にこの場にご参加いただいておりますけれどもこの成果報告会がですねご参加いただいた皆様方にとって有益なものとなりますよう願っております本日は本当にありがとうございます以上でご挨拶とさせていただきますありがとうございました今田部長ありがとうございましたねと。